今回の動画は今年大阪コミコンに初めて行く方、またはコミコン歴が浅い方に向けて、はい、去年行った大阪コミコンの情報をお伝えします。そうなんですよ。みんなでもコミコンにハマってからは皆勤賞でしょ。はい、全部行ってるでしょ。はい、全力で3日間ね、朝から晩まで楽しんでるので、初めての人よりも若干コミコン歴があるので、はい、初めての時緊張したでしょ。どんな感じかイメージつかなかったでしょ、うんうん、だから、うん、そういう方が今回も、言うても大阪2回目だからさ。そうだね、うん、みーもね、一昨年はコミコン、 YouTube でコミコンの話をしてる人の動画を見漁ったので、そんな人の力になれればと思い撮ります。なので去年初めての大阪コミコンなので、去年行ってみての感想をちょっとまとめようかなと思います、はい、どんな雰囲気なのかとか、うん、はい、まあでもね、去年のミーの大阪コミコンのマーベルキャラ50人だっけ、うん、マーベルキャラ50人見つけるまで帰れませんのやつ、結構分かりやすいというか雰囲気つかみやすいと思うんで、ああ確かにね、よかったら見てください。うん、そんなんでもう1ヶ月ないんですよ。なのでもう準備する方は結構準備進めてると思うんだけど、はい、行くかどうかまだ悩んでる方もいると思うので、コミコンはどういう感じの雰囲気なのか、どういう人が楽しめるのか、うん、何を持ってたらいいのかとか、うんうんうん、全体像として何かお伝えできることはありますか。楽しいです。どういう人が楽しい。アメコミ好き、マーベル、スターウォーズ、DC、アメコミ全般、今回は特にバックトゥーザフューチャー好き、うん、おすすめです。バックトゥーザフューチャーなんて金曜ロードショーとかでもかなりあるから、かなりの人が見てるからね。ミーも見てよ。うん、好きな人多いよね、うん、名作、うん、そういう映画好きの人とかアメコミ好きな人が行って楽しいことがいろいろあるんだよね。いろいろある、本当にいろいろある。コスプレイヤーさんがいっぱいいます。ああ、それもやるよね。会場に入ります、はい、バットマンいる、アイアンマンいる、ロキいるみたいな、キョロ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 しちゃう。しかもなんかそれぞれのみんなキャラクターがあるから、同じバットマンでも違うし、同じアイアンマンでも少し違うし、うん、ね、本当にいろんなところに映画の有名キャラクターとかヒーローがいるような会場があるんだよね。そう、夢のような会場です、うん、コスプレイヤーさんももちろんいるけど、一般の方というかコスプレしてない方も多いですね。むしろまあしてない方の方が多いです。まあね、それはきっとそうだろうね、うんうん、あとはセレブステージもありますね。あーね、コミコンならではだよね、あれはね、はい、海外のセレブ俳優がたくさん来て、うん、オープニングはすごいよ、全員並ぶから。そうだね、まあでも土日しか来ないセレブもいるから、まあ、あの金曜に来てるセレブが全員ステージに登壇して、うん、始まりますみたいな。そうだね、あんな体験できるのってほんとないからね。ないです。ね、ステージ無料です。しかもね、今回もあの MC リリコさんとリリコさん夫婦なんで、あの英語もバッチリ盛り上げてくれる。あとは物販、コミコン先行が多いです。うん、コミコンで先行販売して、その後に各店舗販売するっていうものも多いので、事前にどういうの発売するよっていうのは、うん、あのネットで出してくれるので、それ見てめぼしいものを探してこれを買うって決めてそれに行く人もいます。うんうんうん、買い物はすごく楽しいよね。 そして展示ブース、うん、今回ねデロリアン来ますんで。ああ、すごいんだよ、映画に実際使われたステージ衣装とか乗り物とかがあったりとかするから、バットマンのね、ね、これとかね、うん、あれと写真撮るだけでもすごく価値があるよね。すげえ、本当に。今回ワイスピの来るのかな。ああね。来るから。あれとかもあったもんね。あとはアーティストアレですね。ああね。アーティストさんが実際にアメコミの絵とかイラスト描いてるアーティストさんも来日して、うん、あの実際に自分のために描いてくれる。あとね、描いたものを売ってたりとかね、うん、あれすごいよね。すごい、生で実際にそういうところ見れるとかね、直接交流できるっていうの。そうそうそう、リクエストしたらそれ描いてくれたりとか、うんうん、なんで自分の好きなテイストのアーティストさんに描いてもらったりとかを楽しむこともできます、うん、ね。あとはこれは入場料とはまた別になるんだけど、セレブ撮影、うん、セレブサイン会もあります、うん、そうだね、来日してくれるアメコミのセレブと、うん、名俳優たちと実際ツーショットの写真が撮れるとかサインもらえるっていうのはさ、すごいことだよ、ね、画面でしか見たことない俳優が目の前にいてさ、はーいとかさ、
Thank you って言ってくれるんだよ。そうだよね。すごいよ、すごい楽しい。いろんな人と交流できるっていうのもかなりいいところだよね、うん、だってコミコンで知り合った人何人いるのに。リア友っていうかさ、ね、自分の周りにはやっぱりアメコミ好きってそんなに共通の話題で話せる人いないんだけど、コミコンに行ったことによって共通の趣味の知り合いの方、お友達がたくさんできるので、めっちゃできたんじゃない？めっちゃできた。結構でも大阪コミコンがきっかけな人はかなり多いかもしれない。多いよね。なんかね、すごく会場がゆったりしてるの、うんうん、だから結構話せるんだよね。あ、なんか端っことかで、ね、お話ししたりとかして仲良くなって、うんうん、だってそこにいる人はさ、少なからず共通のものが好きな人たちがいるからね、うんうん、話が全部合わないってことは絶対ないんだからね、はい、うん、それは結構コミコンならではのいいところだなって思います。確かに。いや、それめっちゃあるよ。だって去年の大阪コミコンの動画とか見返すと、え、この人とこんな感じの距離感なんだみたいな、うん、だコミコンがあって実際距離がギュッて縮まって、うん、みたいな、うんうん、いるじゃん。だからそういう交流ができるっていうさ、同じ趣味の人たちとこうやすつながれるっていうところも、うん、コミコンのいいところだね。はい、はい、いやー楽しみだね。今年はどんな出会いがあるか。そうですね。はい、あと1ヶ月ないのでいろいろ準備をしながら、はい、今回はね、みーも遠征なんでその辺の準備みたいなのはまた別の、ね、あ、そうだね、持ち物とかね。うん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 。1日券だと4000円ぐらい、当日だと。そうね、4000円しないぐらい。前よりだとちょっと安いんだよね。うん、だからなんか行くかな、どうしようかなって悩んでる人も、 3DA パスもあるんだけど、 3DA 行くかなって悩んでる人でも1日ね4000円ぐらいで全然行けるから、うん、なんかそういう意味でお楽しみにちょっと行ってみて、初日行ってみてとか、うん、2日目行ってみて、楽しかったら2日目もう一回行くとか、うん、そういうのもできるからね、うん、ちょっとでも興味がある人とかはね、ぜひ行ってみるとすごく面白いと思うね、うん、迷ってたらぜひ1日だけでも、うん、1回だけでも飛び込んでみるとコミコンの虜になります。自信を持って楽しいイベントだと迷ってる方にお伝えできますので、はい、ぜひみんなで一緒に楽しみましょう。はい、そんなコミコン初めての人に向けての動画でした、今回は。はい、はい、伝わったかな。ではコミコンで会いましょう。コミコンでお会いしましょう。はい、バイバーイ。チャンネル登録よろしく。